青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。こんばんは、婚活料理カウンセラーの青木由美です。よろしくお願いします。女優の佐々木千秋です。さて、前回からママさんパーソナリティとして晴れてこの番組に復帰されました青木由美さんですが、婚活料理カウンセラーとしてお仕事の方にも復帰されましたが、いかがですか？一番変わった点なんでしょうか？規則正しい生活になりましたね。これまでは仕事に集中すると、はい、食事の時間遅れたりですとか、寝るのがねちょっと遅くなってしまったりっていうことがあったんですけれども、保育園の送迎など決まった時間というのが多くなったので、この時間内に仕事をしようっていう区切りがつくようになりましたね。なるほど、まあ、じゃあいいですね、規則正しくなったということですね。そうですね、はい。なるほど。本当はですね、ここでもっともっと突っ込んでいろいろとね、新米ママさんとしての子育てなどについてお伺いしたいんですが、前回もお話しさせていただいた通り、今月はまさに由美さんのお嬢様ご誕生スペシャルということで、番組後半で特別コーナーご用意させていただきましたので、皆様今回ぜひ最後までお聞きくださいませ。かしこまりました、よろしくお願いします。ちなみにですね、お家で由美さん産休中のリモート録音による愛され召し上がれ、お聞きになられました？さすがに、はい、リアルタイムはちょっと難しかったんですけれども、はい、リメイクラジオを聞きました。リモートでね私録音してましたけれども、普段こうやって千秋さんとの掛け合いしながらやってましたので、一、人ってちょっと寂しいなっていう気持ちと、あとはですね、学校のチャイムとか、鳥の鳴き声とかが入らないように、本当にね一人で録音するのちょっと大変だなって思いましたね。そうですよね、私もねいつもこう由美さんがお隣にいて掛け合いでやらせていただいてるので、もうね由美さんの録音していただいた音源をもとに、なるほどって思わず聞きたくなってしまうようなねそんな感じで、まあ寂しくはあったんですが、でもまあ楽しくやらせていただけたかなと思っております。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんもですね、リメイクラジオ4月放送分から6月放送分 YouTube でチェックいただければと思います。それでは今回の愛され召し上がれ、まずは今注目の婚活料理カウンセラー青木由美さんの略歴からご紹介をさせていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。また今回のご出産を経て、この度現場復帰をなされ、情報番組やドラマ、映画などでアドバイザー、フードコーディネーターとしてもご活躍中です。紹介ありがとうございます。はい、そして私佐々木千秋は普段は女優として活動しており、青木さんにもフードコーディネーターとしてご協力をいただき、私が主演を務めさせていただきました映画ラストソングはという作品が公開準備中です。またここ市川浦ライフ M さんで放送中のモータースポーツ情報番組、山下レーシングクラブという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。今回もこんな2人で愛され召し上がれお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは今回最初のコーナーは、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナー。さて今回最初のコーナー、ワンランクお得な食材の調理方法です。こちらはですね、我々が普段のお料理で知らず知らずのうちにもったいないことをやってしまっている調理法について、料理専門家の青木由美さんから正しくアドバイスをしていただくコーナーです。それでは早速今回のお得な食材調理法についてお話しいただけますでしょうか？わかりました。このコーナーでは栄養をしっかりとれる食べ方、切り方、加熱の仕方になどについてご紹介してまいります。はい、突然なんですけれども、はい、日本独自の調味料で、まあ、和食にね欠かせないのが、まあ、味噌なんですけれども、この味噌を使った料理っていうと、はい、千秋さん何思い浮かべますか？お味噌汁かな。そうですね、お味噌汁、はい、ね、最初に浮かぶ方が、まあ、多いんじゃないかなと思います。美味しいですよね。はい、今回はですね、そのお味噌を使った料理ということで、腸内からきれいになれるお味噌汁の飲み方
をご紹介していきます。はい、ちなみに、千秋さん、お味噌汁どのぐらいの頻度で飲んでますか？まあでも週に4日くらいかなと思いますね。はい、私もね、だいたい、まあ、毎日1杯飲むか飲まないかというぐらいなんですけど、はい、このお味噌汁を1日3杯飲む方はですね、乳がんの発生率が 40% 減るという検証がされていたり、アンチエイジングや認知症予防など様々な効果があると言われているスーパーフードなんですね。すごいんです ね、 ね、このお味噌って乳酸菌が含まれてますので、はい、腸内をきれいにしてくれる効果があるんですね。なるほど。なので、うんうん、お肌きれいにしたいという方や、便秘解消したいという方には欠かせない調味料なんですよ。ですが、はい、お味噌汁って作り方によってはですね、味噌の栄養が減ったりなくなったりしちゃう可能性があるんです。それはちょっと嫌ですよね。ですよね、うん、せっかく飲むんだったら栄養をたっぷり取りたいと。なので今回はね、腸内からきれいになるお味噌の味噌汁の飲み方のポイントです、はい、それはですね、味噌を50度以上に温めないことなんですね。50度以上に温めない、はい、うん、お味噌に含まれている乳酸菌が50度以上で徐々に死滅していって、酵母も70度で全滅してしまうと言われてます。でもお味噌汁作る時って熱々のところにお味噌入れちゃったりすることあると思うんですね。あります。ですので、ここをちょっと変えていきたいんですね、はい、お味噌汁作る時、この香りを生かすために火を止めてお味噌を入れるという方が多いかなと思うんですが、火を止めてすぐにお味噌を入れると、はい、まだね、温度が80度以上あるんです。そんなに熱々ですね、ですので味噌の乳酸菌も酵母も全部なくなっちゃうんですね。もちろん熱々のね、湯気が出ているお味噌汁って美味しいんですけど、はい、まあ、栄養を考えた場合には、火を止めて10分ぐらい置いて、はい、お味噌汁が50度ぐらいに冷めてからお味噌を入れることをおすすめします。ちなみにお味噌っていろんな種類がありますよね、はい、そうですね、赤味噌とかね、白味噌とかあるんですけれども、それぞれ栄養効果も変わってきます、うん、赤味噌は蒸した大豆を発酵させて作ります、はい、あ、白味噌は煮た大豆を発酵させて作ります。あ、そうなんですね、煮た大豆、うん、はい、で赤味噌に含まれているメラノイジンは代謝をアップさせるのにいいと言われているので、朝飲むのに最適です。そして白味噌に含まれるギャバは、はい、イライラを抑えて、はい、穏やかな眠りを誘うと言われてますので、夜飲むのに最適なんですね。知らなかった。使い分けするととても効果が得られるというものなんです。なるほど、ということでね、今回のテーマですけれども、はい、腸内からきれいになれるお味噌汁の飲み方ポイントは、はい、味噌を50度以上に温めないことです。ちょっとね、お味噌入れるタイミング変えるだけで栄養が高いお味噌汁飲めますのでね、試してみてもらいたいなと思うんですね。なるほど、ね、ちょっと熱々の中に入れてしまってた自分がいたなってちょっと反省をしましたので、今後はちょっと火を止めて10分くらい冷ましてからお味噌を入れるということに切り替えていこうと思います。ぜひぜひ勉強になりました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今晩からのお料理作りでぜひお試しください。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約10日程度でリメイクラジオという名称の今お聞きのラジオを再編集したものを YouTube にもアップいたしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナーでした。スペシャル企画、青木由美さんの新米ママさん子育て奮闘記のコーナー。さてここからはですね、青木由美さんにお嬢様さくらちゃんお生まれになったということで、はい、とってもおめでたい企画を前回に続いてお送りしたいと思います。ありがとうございます、はい、では新米ママさくらちゃんのお母さん青木由美さんにいろいろお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、まずですね、お伺いしたいのが、お子様と初対面の際のご感想ってどんな感じでしたか？
私ですね帝王切開で、出産だったんですけれども、もうその場でね生まれましたって言ってすぐにこう、会わせてくれたんですね、はい、もうね2日半陣痛と戦った末帝王切開に切り替えてっていうものだったので、はい、やっと会えたっていう嬉しい気持ちとあとは、痛みと眠気とってい こういろんな感情が混ざり合ってましたね。なるほど、その場でねすぐ対面できたというところでね。そうですね。なるほど、まあね、やっぱり体大変だったでしょうからね。そうですね、なるほど。実際に、こう対面してその後、お母さん、になったという初めての由美さん自身の自覚はどのタイミングで生まれましたか？そうですね、病室で夜間どう、はい、一緒にね過ごすと、母子同室というのがあるんですけれども、子供の寝言でむにゃって言ったのとかですぐ起きちゃうんですよ。私もともとどんな状態でもぐっすり寝れる体質というか、性格なのか、めったに起きなかったんですけど、ちょっとしたことで起きるっていう時に、ああ私って母になったんだなっていうのを実感しました。ああ、なんかちょっとそうかもしれませんね。寝言ってねなかなかこう普段じゃやっぱりよく寝るかだとは私もそうなんですけどなかなか多分気づかないと思うのでやっぱりこう守るというか、お子様を守るというところでパッと目が覚めたりするんでしょうね。多分そうなんだと思うんですね。なんか母もそんなことを言ってたななんて今ちょっと思い出しましたね。あ、そうですか。はい、あとはですね、お名前決定エピソード何かどういったエピソードありますか？夫婦でもう生まれる前からですね、名付け会議を何回かしてたんですね、名付け会議、でそのたんびに私がですね、お花の名前がいいな、例えば桜とかっていうのを毎回毎回言ってたそうで、もうね夫がもう桜しか浮かばないっていうことで桜に決まったんですけれども、私の中で、桜ってお花見でみんながこう集まる花っていうイメージなんですよね。確かに、ですので、いいんじゃないのっていうことから桜に決まりました。そうなんですね、なんかこう名前のその由来って結構聞いてて私好きなんですよ、聞くのが。なんでそういう名前にしたんだろうっていうのがねやっぱり聞いててほっこりするなと思ったのでみんなねそれぞれ名前には意味がこもってたりしますもんね。そうですね、ね、お花見のように人が集まる子にきっと育ってくれるだろうなと思ってますぜひそうなってもらいたいなと思ってつけた名前です。いやありがとうございます。そしてですね、退院されて実際に子育て始まって、率直な感想とかって何かあったりしますか？いやもう最初の1ヶ月間っていうのがほぼね記憶がないんですよね。大変だったんですけれども、里帰りをしないで、自分の親と夫の親に1週間に1回ずつこう来てもらっていたんですね。でその時に料理を持ってきてもらっていたので、夫の家の味を覚えられたんですよ。こういうお料理なんだってお母さんの味を覚えることができて、作り方を教わったりして、新しいレシピも増えたっていう、貴重な経験ができましたね。なるほど、もうそれは由美さんならではですね。そうかもしれないですね。なんかね、こうなかなかこうお料理ってやっぱりこう作って持ってきてもらってありがたいとはもちろん思いますが、旦那さんの お母さんの味はこれなんだってやっぱりこう味とか料理の種類とか、やっぱ気になっちゃいますもんね。そうです、もう本当ね、夫のお母さんお料理上手で美味しいなと思って。なるほど、皆さんにねこう助けていただきながらやられた感じですかね。そうですね、協力があって子育てをスタートさせたっていう感じです。なるほど。あとは子育てこう始まってみて、予想外というか一番こう驚いたなっていうことってありますか？ミルクをね飲むのが下手な子らしくって、その助産師さんの授乳指導の時間が病院にいる時にあるんですけれども、もうこの子はもしかしたらね飲むのあんまり得意じゃないのかもっていうことを言われたんですよ。うまい下手ってあるんだっていうのを初めてその時に知ってびっくりしたなっ
ていうのと、まあ、あとはですね、子供が自分でしたおならにびっくりして、で起きて泣き始めるっていうことがあって、ちょっと面白いなっていうことがありましたね。確かに、ね、ミルクの飲み方うまい人もあるんですね。びっくりしました。ああ、それはね、実際わかんないですもんね。そうですね、まあ、いろんな赤ちゃん見てる助産師さんだからこそ知ってることなのかもしれないですね。確かに確かに、ちょっと驚きですね、うんうん、あとはですね、まあ、ああ私の子供だって実感される時ってどんな時ですか？最近ね、保育園に通ってるんですけれども、はい、周りの子が泣き叫んでる中でも、ね、ぐっすり寝てましたよって先生に教えてもらうことがあるんですね。なるほど、なるほど。私はね、結構すやすや寝ちゃうタイプなので、あ、私と一緒だなと思って確かに、まあ、でもそういう、ね、ところ本当に、まあ、自分との共通点見つけた時ってやっぱり、は、私の子供だわってちょっと愛しくなったりしますよね。そうですね、きっとね、なるほど。確かに先ほどおっしゃってましたもんね、そんなにちょっとやそっとじゃ私起きなかったんですけどっていう話されてましたもんね。なんなるほど、そうなんですね。あとはですね、まあ、旦那さんと一緒に子育てをされてると思うんですけど、旦那さんの子育てのご協力って、まあ、どんな感じで割合的にもいろいろやってたりするんでしょうか？夫がリモートワーク増やしてくれて、はい、本当に一緒に子育てを今ずっとしてるんですけれども、はい、私が里帰り出産をしない状態で、お家にいたので、お互いに初心者からスタートしたということで、まあね、スムーズに2人で子育てスタートなりましたね。うーん、なんかどんどん大きくなるのが寂しいって言って、毎日ね、写真とか動画撮ってます。あ、そうなんですね。まあ、でもそういう形ってすごく素敵だなと思っていて、結構やっぱ里帰り出産をされるっていう方をよく聞いたりするんですけれども、まあ、里帰り出産をされないで、まあ、旦那さんとこう協力をすることによって、まあ、また本当にいい言葉だなと思ったのが、子育て初心者同士というところがすごく、はい、あ、確かになって思いました。そうですね、もうだからこそいっぱいコミュニケーション取りつつ協力しつつという感じができたのかもしれないですね。そうですよね、まあ、そう、由美さんもそうです、旦那さんもそうですし、知らないことたくさんね、ある中でやっぱり一人でなかなかこうやっていくって難しいですし、大変ですもんね。そうですね、すごいたくさんいろんなコミュニケーションが必要になってくるんだろうなっていうのは今お話を聞いてて感じました。すごく働く女性というか、私も多分働く女性になっていくんだろうなと思うので、すごく理想的だなというふうには感じましたね、個人的には。ありがとうございます、うん、はい、はい、あとはですね、どちらに似てるかっていう論争とかってあると思うんですけど、そうですね、私に似てる、いや俺に似てるみたいな、はい、実際今のところどちらに似てるとかってありますか？よく言われるとか。いやー、自分ではどっちかわからないなと思ってるんですけど、周りの方からは両方似てるねっていう風に言われますね。それぞれがパーツパーツがってことですよね。多分そうだと思うんです。なるほどなるほど、ね、これからどんどん成長するに、ね、連れて、まあ、顔も変わってくるでしょうしね。そうですね、だからこれからの顔の、ね、こう、はい、成長を見ていくのも楽しいなと思ってます。確かにそうですね、楽しみにしたいと思います、はい、あとはですね、新米ママならでは今一番の悩みはズバリ何でしょうか？今一番はですね、はい、体重が元に戻るかなっていう悩みが一番ですね。なるほど、切実ですもんね。確かに確かに、子供をね、抱っこしたりとか、はい、布団から持ち上げたりとかするので、まあ、腕とかね、太ももとかすごい鍛えられてて、なぜか筋肉量はどんどん増えてるってなんかそのうちマッチョになるんじゃないかなっていうこともちょっと心配としてはあるんですけど。なるほど、まあ、これからですね、体重管理をしながら少しずつ少しずつ元に戻っていくという、元にちょっとずつということですね。わかりました。ちなみにですね、ちょっとこれお伺いしておきたいことなんですけど、子育ての情報を、まあ、入手
する時のその方法とかって由美さんはどういう風にされましたか？私はですね、はい、書籍とか、はい、あとは YouTube がメインですね。もちろんネット検索とかもするんですけれども、YouTube で検索すると本当にたくさんの方が子育ての情報をアップしてくれてるので、はい、すごい参考になりました。そうなんですね、なかなか YouTube って浮かばなかったですけど、やっぱ YouTube でポイントポイントで自分が知りたいこともすぐ知れたりするんですね。そうなんですよ。すごい、やっぱ YouTube の活用法っていろいろあるんですね。そうですね。もうなんかね、赤ちゃんのなんか睡眠に関してだったら睡眠に関しての動画がありますし、他にもね、あのミルクとか、それぞれ分野ごとにたくさん上がってますので。なるほど、勉強になりました。勉強になりますね。いや、 YouTube ちょっと活用していこうと思います。いや、いろんなお話をお伺いさせていただきましたけれども、ね、もっともっと多分聞きたいこと出てくると思うんで、またちょっと個人的に聞いていきたいと思うんですが、はい、それではですね、あのここでせっかくのおめでたいコーナーの締めとして青木さんに電波ジャックをしていただきまして。いいんですか？はい、いつかですね、この番組のリメイクラジオを YouTube でご覧になったお嬢様に向けて、ママとしてどんな女の子、女性に育っていってほしいかみたいなメッセージお願いいたします。これからはですね、個人が活躍する時代かなと私は思っていまして、そんな時代を生き抜いていくためにも、賢くてたくましい女性にね、育ってほしいなというふうに思ってます。確かにね、個人で自分一人でも生きていけるように。そうですね、たくましく。あー、なんかね、どういう子に育っていくのか楽しみです。楽しみですね。いやー、ちょっと私泣いちゃうかもしれないな、ちょっとさくらちゃんになった時に。はい、いやー、もう本当にいろいろなね、お話今回お伺いさせていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆様もね、参考にしていただけたら嬉しいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ではスペシャル企画、新米ママさん子育て奮闘記のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか？この番組は毎月第2第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただけますとともに、繰り返しになりますが、スマホなどで愛され召し上がれ動画で検索をしていただき、ぜひ今回放送分のリメイクラジオ何回も再生してご覧ください。由美さん、今回の放送を振り返られていかがでしたか？あの出産の、ね、コーナー作っていただいたので、エピソードを話すためにですね、はい、あの毎日書いていた日記を見直すきっかけになりました。あー、なるほど。ずっと書いてたんですよね、なので私、はい、あの青木由美の SNS、インスタと Facebook でもですね、はい、そういったね、あの妊娠中のことももちろんそうですし、出産に関してももちろんそうですし、あとはまあコーナーで取り上げたお料理についても投稿しておりますので、はい、ぜひ皆様にチェックいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお聞かせいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com、 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。皆さん、いかがでしたか？愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。